はいどうも、GO の GOGOTV です。今回はこちら、仮面ライダー01食玩プログライズキー04の全4種類を買ってまいりましたので、こちらを使って音声確認をして遊んでいきたいと思います。今回の食玩プログライズキー04のラインナップなんですけども、左からバイティングシャークプログライズキー、ライトニングホーネットプログライズキー、スティングスコーピオンプログライズキー、ストーミングペンギンプログライズキーということで、今回は絶命ライズキーのラインナップはないんですけども、まだデラックス版で発売されておりません、こちらのストーミングペンギンプログライズキーが、とりあえずまあ食玩で先行発売なのか食玩限定のものなのかちょっとわからないんですけども、まあ、こちらがラインナップされている感じになっております。では早速箱の方を見て開封していきましょう。はい、では見ていきましょう。まずはじゃあバイティングシャークから見ていきましょう。こんな感じですね。バイティングシャークにプログライズ、ボタンを押すと音が鳴る。デラックスヒデン01ドライバーにセット可能で、デラックスプログライズキーとは仕様が異なります。本商品は発行しません。店名のボタンは押せませんという感じになっております。まあここら辺は変わらずって感じですね。で、まあ、こんな感じになっておりまして、まあ、こんな感じのまたラインナップですね。全4種類ということで、今回は全部買ってきております。で、食玩プログライズキーをセット可能と、01ドライバー、エイムズショットライザー、フォースライザーと、であとはまあ音声の順番の説明が書かれておりますね。まあ、いつも通り8音編成になっております。ということで開けていきましょうか。せーのドン。結構硬かったな。はい、ということで、まあ、こんな感じになっておりますね。まあ、食玩版はシールは1枚になっておりますし、まあ、あのガシャボン版みたいにこういうあの分割線はなくて、まあ、デラックス版に近いような感じになっておりますね。はい、こんな感じになっております。まあ、シール貼りとかは後で全部まとめてポンと出していきたいと思います。今ちなみにラムネが入っておりますが、引っかかって出てきませんでしたね。はい、という感じになっております。では次はこちらですね。ライトニングホーネットプログライズキー、ライトニングホーネットにショットライズ、今この辺は同じこと書かれておりますね。まあ、こんな感じで、まあ、音声の順番が裏に書かれている感じになっております。さあ、ライトニングホーネット、せーの、ドン。はい、ということで、まあ、こちらもこういう感じになっております。では次はスティングスコーピオンですね。スティングスコーピオンにフォースライズ、まあ書かれてること一緒です。であとは音声の順番という感じになっております。ちゃっちゃと取り出していきましょうか。ドン、今ドン、こんな感じですね。ストーミングペンギンプログライズキーですね。ストーミングペンギンにプログライズ、まあ書かれてることは一緒ですね。こんな感じで、音声はこんな感じという感じになっております。さあ、色合いが気になりますね。せーの、ドン。お、なるほど、こんな感じですね。なかなか見た目いかついじゃないですか。はい、という感じになっておりますので、まあ、とりあえず作ってポンと出していきたいと思います。はい、シール貼り終わりましたんで見ていきたいと思います。では左からいきましょう。まずはバイティングシャークプログライズキーですね。こんな感じになっております。もう本当にこれパッと見た感じだけではデラックス版か食玩版かわからないぐらい出来が素晴らしいですね。はい、では見ていきましょう。まずは展開して、まあ、こんな感じになっておりますね。で、まあ、ここの部分が一応シールになっておりますという感じで、本当に相変わらず食玩版は素晴らしいですね。で、まあ、閉じまして、まあ、一応ここに店名のボタンあるんですけど、まあ、こちらはダミーですね。押せません。で、一応音声発動はここで音声発動する感じになっております。ぐるっと回ってこんな感じで、裏面はこんな感じになっておりまして、QR コードが C006 ですね。になっております。こんな感じですね。では、音声確認していきましょう。では、絶縁シート抜いて、8音編成なんで、まあ、1音目からやっていきたいと思います。では1音目、
knives that can chop through concrete. はい、という感じの8音になっております。で、まあ一応8音目鳴らし終わった後にもう一回押すと音声がループする感じになっております。バイティングシャークプログライズキーはこんな感じになっております。はい、では次はライトニングホーネットプログライズキー見ていきたいと思います。こちらも展開するとこんな感じですね。で、まあ、こちらシールになっております。これも本当に見た目はすごいいかついプログライズキーですね。やっぱここのシールの部分がこれがやっぱすごいんですよね。はい、こんな感じになっております。で、閉じまして、まあ、こちらも底面ボタンはダミーになっておりまして、音声発動はここで発動する感じになっておりますという感じですね。で、裏行きましての QR コードは C009 という感じになっております。では音声確認していきましょう。で、全シート抜いて1音目はい、ライトニングホーネットプログライズキーはこんな感じになっております。はい、では次はスティングスコーピオンプログライズキー見ていきましょう。こんな感じですね。開きましてこんな感じになっております。いや、こちらもこのサソリのこのシールの部分が本当にかっこいいですね。こんな感じになっております。閉じましての、まあ、こちらも底面ボタンを押せませんし、音声発動はこちらで発動する感じになっております。ぐるっと回っての QR コードは C004 という感じになっております。では音声確認していきましょう。絶縁シード抜きまして1音目スティングスコーピオンプログライズキーはこのような感じになっております。はい、では最後はこちらですね。ストーミングペンギンプログライズキー見ていきましょう。こちらはこんな感じになっております。いや、本当にかっこいいですね。こんな感じになっております。で、まあ、こちらも底面ボタンを押せませんし、押せずはこちらで発動する感じになっております。ぐるっと回ってこんな感じで、QR コードが C016 ですね、になっております。いずれデラックス版で発売するのかわからないんですけど、まあ、ぜひ発売してもらいたいですね。はい、では音声確認していきたいと思います。一応まあこちら音声聞くのが初めてなんで、まあ、読み上げれそうなとかちょっと読み上げていきたいと思います。ではやっていきましょう。まずは1音目からですね。ハリケーン、ハリケーン、ペンギンズアビリティ、ペンギンズアビリティ、ゼロワンドライバー、変身音はこれなわけですね。スピニングサイクロン、ストーミングペンギンって言ってもらいました。では次行きましょう。シャットライザー、No
はい、ストーミングペンギンプログライズキーはこのような感じになっております。ではせっかくなんで01ドライバー、エイムズショットライザー、フォースライザーと連動性聞いていきましょう。はい、秘伝01ドライバー準備しましたんで連動性聞いていきたいと思います。では電源をオンにして、01ドライバーではまずはこちらバイティングシャークプログライズキーとの連動性聞いていきましょう。ではやっていきます。はい、こんな感じになっております。今毎回あの食玩版とかガシャポン版のプログライズキーを紹介するときに言うんですけども、こちらプログライズキー側の方には必殺技の音は入っておりませんので、まあ、この状態で発動してもはい、このような感じでベルト側からしか音声は鳴らない感じになっております。ではライトニングホーネットとかもやっていきたいと思います。はい、では次はライトニングホーネットプログライズキーの連動性聞いていきましょう。ではやっていきます。はい、このような感じになっております。はい、では次はスティングスコーピオンプログライズギードの連動性聞いていきましょう。はい、スティングスコーピオンプログライズキーはこのような感じになっております。はい、では次はストーミングペンギンプログライズキーやっていきたいと思います。こんな感じになっております。では次はエイムズショットライザーとの連動性聞いていきたいと思います。はい、では次はエイムズショットライザー準備しましたんでエイムズショットライザーとの連動性聞いていきたいと思います。では電源をにして、ショットライザー、ではまずはバイティングシャークプログライズキーからやっていきたいと思います。はい、こんな感じになっております。で、まあこちらもなんですけども、あのプログライズキー側の方に必殺技の音声は入っておりませんし、まあ、そもそもエイムズショットライザーで必殺技発動するときはこちらの点名のボタンを押して発動する形になりますんで、まあ、こちらは必殺技とは対応しておりません。まあ、発動させようとするとこのような感じになります。では他のプログライズキーもやっていきたいと思います。では次はライトニングホーネットプログライズキーやっていきたいと思います。
はい、このような感じになっております。では次はスティングスコーピオンプログライズキーやっていきたいと思います。このような感じになっております。はい、では次はストーミングペンギンプログライズキーやっていきたいと思います。こんな感じになっております。では次はフォースライザーとの連動性聞いていきたいと思います。はい、では次は滅亡人雷フォースライザー準備しましたんで連動性聞いていきたいと思います。では電源オンにして、フォースライザーではまずはバイティングシャークからやっていきたいと思います。こんな感じになっております。で、まあ、こちらも必殺技はプログライズキーの方には音声入っておりませんので、まあ、ベルト側から鳴る感じになっております。こんな感じになっております。はい、では次はライトニングホーネットプログライズキーやっていきたいと思います。はい、こんな感じになっております。はい、では次はスティングスコーピオンプログライズキーやっていきたいと思います。こちらは仮面ライダー滅びに変身するためのプログライズキーにもなっておりますんで仮面ライダー滅びに変身していきたいと思います。はい、こんな感じになっております。ただこちら残念ながら必殺技に対応しておりませんね。はい、こんな感じになっております。はい、では次はこちらのストーミングペンギンプログライズキーやっていきたいと思います。はい、このような感じになっております。音声確認は以上です。
はい、ということで今回は仮面ライダー01、食玩プログライズキー04の全4種の音声確認をして遊んでまいりました。いやー、しかし毎回食玩プログライズキーを紹介する動画では言ってると思うんですけど、本当に今年の食玩のプログライズキーは出来が素晴らしいですね。音質もいいし見た目もいいし、いやもう本当に言うことないですね。はい、ということで、まあとりあえず今回はこちらのストーミングペンギンが、まあ、初のラインナップということで、まあデラックス版でも出ておりませんので、まあ、こちらがどういう扱いのものになるのかわからないんですけど、ぜひデラックス版で出していただきたいプログライズキーですね。音声がかっこいいですし、なんか見た目の色合いも結構かっこいい感じになっておりますんで、ぜひデラックス版で出していただきたい一品かなと思っております。で、まあ他のものに関してはもうすでにデラックス版で出ているものなんですけど、まあこちらのスティングスコーピオに関しては、あの滅亡人雷フォースライザーとあのセットでついてくるものをやっておりますんで、まあそちらを持ってない方は、まあ今回のこの食玩プログライズキーのスティングスコーピオンは買いなんじゃないかなと思います。まあ一応ガシャポン版ですでに登場はしてるんですけど、まあ分割線が嫌とかそういう方も見えると思うんで、まあそういった方はこちらの食玩のスティングスコーピオンを買うのもいいんじゃないかなと思います。はい、ということでまた食玩プログライズキー05が出たらまた買ってきて動画作っていきたいなと思っておりますんで、そちらもまたよろしくお願いいたします。では今回もご視聴ありがとうございました。